上腕の与那城賞が3日放送のフジテレビ系、卒然ですが占ってもいいですか。毎週月曜夜11時に出演。上腕のリーダーになった当初のエピソードを明かす場面があった。与那城賞、上腕のリーダーとして言ったこととは、同じ沖縄出身であるザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブの与那嶺瑠衣と神谷健太に紹介してもらったのがきっかけで仲良くなった。タレントのリューチェルと一緒に出演した与那城。占い師から人を客観的に見るタイプだと言われると、与那城は、そうですね。人を客観的にはめちゃくちゃ見てますね、と納得したような表情でうなずいた。与那城は、僕は今上腕のリーダーをさせてもらっているんですけど、メンバー11人いるんで、何を考えているのか最初わからなかったので、メンバー一人一人に話しかけてました、とメンバーに話しかけながら、この人は何をしたら喜んでくれるかを探っていたという。この世話焼きなエピソードを聞き、リューチェルもうなずきながら、私がすごく悩んでた時も長文でアドバイスくれたりとか、と与那城に励まされたと振り返った。バル、与那城賞、実はシャイな一面もその一方で、実は人見知りで恋愛にもシャイな一面が現れているという与那城。アドバイスを受けると与那城は、多分、恥ずかしいんでしょうね。話すことがない、初対面の人と、と自身を分析。さらに恋愛面については、仕事ができて強い人が、良い、と仕事を頑張り、自身を飾らない女性がタイプだと明かした。与那城賞、上腕のオーディションが転機そして、23から24歳の間に転機が訪れたというエピソードも。与那城は、上腕になったオーディションを、その時期に受けてて、と語り始めると、浪人していたんですよ。同級生がどんどん上京していって、芸能の仕事とかやり始めたんですよ。それもあって、ここで普通に就職するのは嫌だ。東京に出たい、ってシフトチェンジしました、と自分も芸能の仕事をしたいと上京したのが上腕のオーディションのきっかけだったと語った。